次に木村太郎君。おはようございます。はい、木村君。まず北朝鮮がミサイル発射したということで、委員長をはじめ、皆さんと一緒にですね、遺憾の意を表したいと思います。今日本会議で、多分抗議の意味の、決議がされると思います。政府としても万全を期していただきたいと思います。で、今日官房副長官にこの後答弁に立ってもらうことを通告しておりますが、もし官邸の方から何かありましたらもう遠慮しないで、そちらの方に向かって結構です。では早速質問に入りたいと思いますが、来週の火曜日の衆議院の本会議で、日本とウクライナとの友好決議が予定されておりますが、日本とウクライナとの間で原発事故への対処の協定を結ぶと、こういう予定も聞いております。チェルノブイリの事故を経験して、事故後さまざまな対応をしてきたウクライナと協定を結ぶということは、福島の事故に対してもですね、いろいろと参考になる、大変意義ある協定締結になるのではないかなとこう考えておりますが、厚労大臣はどのようにこの協定を生かしていくつもりですか。小宮山厚生労働大臣。今委員がおっしゃいました原子力発電所事故への対応を推進するための協力に関するウクライナ政府との協定、これにつきましては現在外務省が締結交渉を進めているところです。従いまして協定について具体的に厚生労働省の方から今お話しできる状況にはないんですけれども、内容は質問収集に対する答弁などで把握をしておりますが、厚生労働省といたしましては関係省庁と連携をして今後しっかりと対応していきたいというふうに思います。木村君。ぜひお願いしたいと思います。ウクライナとのその協定締結という、運びの中でですね、ちょっと厚労関係の分野とはちょっと違うんですが、官房副長官にお尋ねしたいと。というのは実は長島総理補佐官に答弁していただきたいと思ったんですが、国会の一つのルールとして補佐官は答弁に立てないと、こういうことなようでして、その点を副長官が代弁して聞いていただけるということをご理解いただいたようでありますので、副長官、個人的に副長官がどうこうではありませんが、よろしくお願いしたいと。ちょっと変則的なんですが、総理補佐官に確認していただきたいことはですね、長島総理補佐官がですね、ウクライナとの協定に向けて、具体的な対応を、何らかの対応をこれまでしてきたのかどうかを確認していただきたい。すみません、続けていくつかありますので。それから長島補佐官は民主党内のウクライナ議員連盟の会長なのか確認をしていただきたい。長島総理補佐官は NGO 日本ウクライナモルドバ友好協会と関係があるのか確認をしていただきたい。それから長島補佐官はですね、今日理事会の許可いただいて資料をお配りしておりますが、お手元にですね、手紙をコピーしたのをお配りしておりますが、長島補佐官がですね、民主党のこのウクライナ議員連盟と NGO の今言ったこの友好協会を設立したときにですね、この議員連盟、また友好協会と関係ある民間人、この お手元の手紙にですね、ミスターのところ、次民間の方ですか、名前は消しておりますけれども、この方とですね、この方をウクライナの政府関係者、経済関係者に紹介するため、このお手元の資料の手紙、紹介状をですね、作ったのかどうか、いわゆるこのサインがですね、本人実質のサインなのかどうかを確認していただきたいと。で、それからもう一つ、すみません、もう一つなんですが、この民間人と野田総理、もしくは、いわゆる民主党内の野田グループとの接点があるのかどうかも確認していただきたいと、ぜひお願いしたいんですが、副長官、よろしいですか。長浜内閣官房副長官。
先生からお尋ねをいただきました。今先生のご説明の通り、長島衆議院議員に関することということで私が答弁をするということになりました。先生が3月に提出をされた質問主意書、それから4月に提出をされた質問主意書も拝読をさせていただきました。そして今お尋ねの件に関してでございますが、民主党の日本ウクライナモルドバ友好議員連盟の活動等についてのご質問でありましたものですから、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてはお答えする立場にないという答えを用意するしかなかったわけでございます。そして先生が提示されましたこの場内配布資料を私も拝見をさせていただいておりますが、この中にも仮にこれがその文書であるとしたとしたらですね、メンバーオブザハウスオブザリプレゼンタティブという肩書きと言ったらいいんでしょうかと、チェアマンオブザオブディモクラティックパーティーということで日本政府に関係した立場で行っているということでもないわけでありますので、質問収集にも書かせていただいた通り、また今日の段階でもこういった答弁になることをご理解をいただければというふうに思います。木村君。この手紙を日本語で訳すと、相手がウクライナの首相なんですね。で、中身見ますと、日本ウクライナモルドバ友好協会の理事長である、空欄にしてますが、仮に A 氏ということにして、A 氏が2009年10月3日から2009年10月6日までウクライナ訪問をいたします。彼は民主党日本ウクライナモルドバ友好協会議員連盟の特別顧問です。民主党日本ウクライナモルドバ友好協会議員連盟が訪問する前に、ウクライナと日本の文化交流、経済協力関係を築くべく、前もって A 氏が帰国に訪問する意向です。後日、A 氏とともに貴殿を表敬す、訪問する予定です。A 氏との会談スケジュールを調整いただきますようお願い申し上げます。ご協力ありがとうございます。こう書いてるんですね。副長官の答弁、私も予想される答弁かなと思いますが、じゃあ100歩譲って、一切答弁できないということを、長島補佐官に確認してもらっていいですか。それは確認できるでしょう。長浜内閣官房副長官。長島補佐官にというよりは、また先生の資料に戻って恐縮でございますが、セプテンバー2009ということで、この時点においても立場においては一衆議院議員だということでもありますし、それからご質問いただくことにおいて、先ほど大臣にご質問されましたウクライナとの協定に関して何か長島補佐官が動いているかということに関しましては、私は調べましたけれども、この協定に関しては補佐官にはその事務なり仕事なり関与させてはおりませんもんですから、この件に関しても関係がないということで、先ほどの答弁とさせていただきたいと思います。木村君。この資料を提供してくれたのは許可をいただいた上ですね、資料の手紙の下に書いておりますが、 NPO の日本ウクライナモルドバ友好協会というところなんですね。で、この協会の方関係者がですね、大変な憤りを持ってるんですよ。許されないとこう言ってるんですよ。ただその中身、私は承知、その協会から言われていることは承知しておりますが、しかし偽メール事件とかありましたから、ことは慎重にしなきゃいけないなと思って、まずは確認していただきたいという趣旨でお願いしているわけですが、すみません、もう一回聞きます。百歩譲っても補佐官がこういうことに一切答えれるか答えないか、それだけでも確認できませんか。長浜副長官。重ねてで大変恐縮でございますが、官房副長官として、政務官にこの案件について確認をする案件ではないというふうに理解をしております。
ごめんなさい、補佐官に失礼しました。木村君。わかりました。また違う機会で、指摘っていうかしていきたいと思います。今日はこの前でどうぞ副長官書いてください。まあ、虚しい答弁でありましたので、実際違うところに入っていきたいと思います。話題を変えまして、脳脊髄液減少症ということがありますが、これはまあ交通事故や激しいスポーツなど、あるいはまた、まあ、心当たりなくてもですね、発症することも報告されている、まあ、病気でありますが、まあ、先般厚労省の研究班が診断基準をまとめたと、よって、この全国に1万人ぐらいいると推定されている方々にとっては、まあ、少し光が見えてきたのかなとこう考えております。ただですね、現実にはこの保険の適用にもなっていない、治療費が高額であるということで、その患者さんと損害保険会社とですね、民事訴訟が全国各地で起きているんですね。で、私の地元でも大変苦労されて、困っているということで、お手元にこれも許可いただいてお配りしましたが、地元の新聞の報道でありますけれども、大変こう困難な状況が続いている方があるわけであります。で、保険適用を視野にですね、治療法の有効性を、まあ、確認する作業にこれから入るんだと思いますが、そのスケジュール、いつ頃まで、もちろんね、必ずということはなりませんが、実証していくわけですから、ただおおむねこのぐらいの時期を目指して、実証というものを進めていきたいという考え方を示していただきたい。小宮山大臣。大臣室の方にもこの患者さんにおいでいただいたことがございます。で、厚生労働省では今委員がご指摘のように脳脊髄液減少症の診断治療法を確立するために平成19年度から、厚生科学研究補助金によりまして脳脊髄液減少症の診断治療法の確立に関する研究に助成を行ってきています。で、この研究班で昨年診断基準などが関係学会で了承されたことに基づきまして、今年度この診断基準などに合致する患者さんに、ブラッドパッチ療法などが有効かどうかも含めまして、治療法の研究開発を進めることになったと聞いています。で、なおこのブラッドパッチ療法につきましては3月に、患者の負担軽減ですとか研究の推進のために保険診療との併用が可能となる先進医療へ研究班に参加している医療機関より届け出がございました。で、今後専門家の意見を伺いながら、なるべく速やかにこの保険診療との併用について検討を行っていきたいと考えています。木村君。保険診療のそれは前向きなことでよろしいんですね。すみません。小宮山大臣。保険診療との併用の可否についてというふうになっておりますけれども、なるべくそれができるように前向きに検討させていただきたいと思っています。村君。まあ、仮にですね、その保険診療だけでなくですね、そのブラッドパッチ治療法など、まあ、その有効性が実証された場合に労災保険あるいは障害者年金とかですね、いわゆる、まあ、社会保障全体の見直しということも検討すべきだと思うんですが、まあ、またこれ国交省にも関係すると思いますが、自賠責も見直しが迫られるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。小宮山大臣。労災保険につきましてはブラッドパッチ療法などの治療法が医療保険の適用対象となった場合、業務上の事由ですとか通勤による労働者の疾病等について保険給付の対象になります。そして身体障害者手帳につきましては障害の原因となった疾病などを問わずに身体障害者福祉法の別表に掲げる永続する機能の障害を持つ人が交付の対象となります。また障害年金につきましては本人の障害の状態が国民年金法施行令の別表等に定める障害の程度にある場合、これが支給の対象になるというように、それぞれのこの制度によって何を対象にするかということが決まってくるというふうに考えます。国土交通省中田自動車局長。自賠責保険に関してのお尋ねでございます。
自賠責保険に関しましては、被害者の症状について自動車事故と相当因果関係が認められる場合には、ブラッドパッチ療法も含めましてその治療費について自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支払いの対象といたしております。厚労省の研究によりまして治療法の有効性が実証されれば当然その成果を踏まえて対応してまいる所存でございます。木村君。大臣すみません、もう一回確認しますが先ほどの答弁を一言で言えば当然、それらのことも見直実証がこうなされた場合ですよ、当然見直しされるべきであるとそういうことでよろしいんですね。小宮山大臣。先ほど答えさせていただいたようにそれぞれそのどういうものを対象にするというのが決まっていますので、これはその保険適用ということが可能になった場合にはそれに合わせてそれぞれのところの適用範囲ということになるんだというふうに考えます。木村君。前向きな答弁だと評価したいと思います。で一方でですね、今回のこの診断基準というものこれに合致しないということになればすべてが対象にならないというかですね、一方でそういう不安を持つ患者さんもいるんですね。このことに対してどう対応すべきと考えますか。辻厚生労働副大臣。ご指摘いただきました脳脊髄液減少症の診断基準につきましては先ほど大臣からもお話がございましたけれども昨年の報告書におきまして診断基準案が報告をされまして、それが関係学会の了承を得られたという経緯があるわけでございます。今回のその診断基準は脳脊髄液減少症の診断治療法の確立に向けた研究の第一段階として脳脊髄液漏が確実な症例を診断するために作成されたものでございます。当該症例の周辺病態の診断基準等につきましては同研究班で今年度においてもさらに研究が進められるとこのように承知しているところでございます。村君。あまりにもこの、基準を作るのは当たり前のことで当然で必要なことなんですがその幅の中にこう入らない場合にそれに漏れた場合どうなのかというやっぱり不安を持つのは自然なことでありまして当然のことでして、今ご答弁あったようにですねやっぱりこう少しでもできる限りのことをしていくとこういう趣旨を大事にして厚労省として努力をしていただきたいと思います。自動車局長帰っていいですか。では次に入りますが3月の初め厚労省がですね人口10万人あたりの年間死亡者数を表す、2010年度分の年齢調整死亡率というものを発表していただきました。これ男女ともに前回の調査よりは減っておりますが、都道府県別で、見ますと最少は長野県と一方で最多は男女ともですね、青森県ということになっております。でその差を計算してみますと男性では 185.1 人女性では 55.5 人とこうなっております。もちろんこれ都道府県ごと地域ごとのですね食生活やいろんなこの見直しというか取り組みこれをしていくことは大事なことでありますが、これだけ差があるということはですねやっぱりこの厚労省として国として地方自治体などと連携していろいろ取り組む必要があるのではないかなとこう考えますがいかがでしょうか。小宮山大臣。今ご指摘のように平成22年の都道府県別年齢調整死亡率これは全国で男女ともに青森県が一番高くなっています。これも委員ご指摘のようにこれは食生活ですとか生活習慣などいろいろな要因が影響していると考えられます。で厚労省としてもこうした地域間の健康格差については重視をしています。で平成25年度から開始いたします第二次の健康日本21で基本的な方向として健康寿命を伸ばすことに加えて健康格差の縮小これを実現することを盛り込む予定です。でこの中で年齢調整死亡率につきましてはがんと脳血管疾患虚血性心疾患について減少させることを目標する方向で今目標とする方向で検討しています。で今後各都道府県、市町村には第二次の健康日本
本21に基づいて健康増進計画を策定して、その中で各地方自治体の実情をもとに最適な対策を講じていただくことにしたいと思っています。で、厚労省としましては、地方自治体が健康増進計画の策定などを行う際に、各種の統計資料などのデータベースの作成ですとか、分析手法の提示など技術的な援助を行うなど、その自治体の取り組みを可能な限りしっかりと支援をしていきたいと考えています。木村君。ありがとうございます。次に雇用関係についてお尋ねしてまいりますが、これも去る1月、厚労省が賃金構造基本統計調査というものを発表していただきました。で、最も高いのは東京都で37万2900円、最も低いのはこれまた青森県でありまして、22万3740円と、東京都の約6割に過ぎないということなわけです。で、新しい年度が始まりまして、でも就職ができないでいる新卒者の方もまだまだたくさんいます。またデフレ経済が続く中で、全国のハローワークも大変混み合っていると、こういう状況が続いているわけですが、でまず確認したいんですけども、民主党さんがマニフェストで掲げた最低賃金1000円というのは、我々のこの衆議院議員の任期が切れる来年の夏まで実現できるんですか。西村厚生労働副大臣。お答えいたします。民主党のマニフェストに掲げております最低賃金全国平均1000円という目標でございますけれども、政府におきましても平成22年の6月に策定した新成長戦略で、2020年までの目標として全国平均800円、失礼、全国最低800円、全国平均1000円という目標を掲げております。この目標の実現に向けて、最低賃金の引き上げにより最も影響を受ける中小企業に対してしっかりと配慮しつつ、労使関係者との調整を丁寧に行いながら取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。木村君。今政権交代して政府側としての答弁でしょうが、じゃあ選挙の時もそういう具体的な年度を提示しながら国民の皆さんに1000円ということを約束したんですか。確認させてください。西村副大臣。マニフェストにはですね、達成年度は記載をされていなかったというふうに承知をしております。全国平均1000円を目指すという、目標数値としての書き方をしておりまして、達成年度は記載をされておらないということでございます。木村君。私はやっぱりこれもマニフェスト違反だと指摘したいと思います。で、雇用対策としてね、前この当委員会でも前も質問したことがあるんですが、雇用情勢を表すこのいろんな指標、例えば有効求人倍率とかですね、こういうのを見ますと47都道府県の中で下位グループの県地域に対してですね、雇用対策あるいはその雇用対策につながる創業対策においてですね、いろんな制度ありますが、その助成金のかさ上げというのがあるわけですけれども、現在その仕組み、厳しいところにより手厚くかさ上げをするというこの数というのはいくつあるんですか。雇用に関係する、昨日ちゃんと通告してますんで。西村副大臣。はい。木村委員ご地元 の青森県での雇用情勢が厳しいということを踏まえて のご質問だと存じますが、雇用情勢が厳しい地域で、創業に助成する制度はですね、現行で2つございます。これは自公政権の時から、変更はございません。数としては変更はございません。木村君。数としては変更はないんですね、我々の時から見たら。ただ予算は減ってるんですね、確か。やっと我々がスタートさせたとか見ると、いいです。で、それですね、これからもですね、大臣ですね、雇用関係のいろんな対策を講じていく場合に、もちろん東京都の人でも困っている人は困ってます。しかしながら明らかに全国平均の半分にも満たない地域圏もあると、いうことを考えますと、我々が政権になったときにそういう仕組みを作った、その仕組みっていうのはいわゆるかさ上げですね。特に厳しいところにはかさ上げしてあげると、こういうこの考え方は
これからも雇用対策の上では特に大事にしていただきたいと思いますが、大臣お答えください。はい、小宮山大臣。本当に雇用が厳しい状況の青森の現状を踏まえての委員のご発言だと思いますので、おっしゃる通りやはりどこの地域であってもしっかりと雇用に結びつかなければいけないわけですから、そういう雇用を創出してお一人お一人に結びつけられるように必要な、手段はしっかりと取っていきたいと考えます。木村君。時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。